マリアの宣教者、フランシスコ修道会創立者、マリード・ラ・パシオン・マリアの宣教者、フランシスコ修道会は、ローマに本部を置くカトリックの修道会で1877年に、マリード・ラ・パシオンによって、マリアの宣教会が創立。教皇ピウス旧世により承認。1885年には、正式に、マリアの宣教者、フランシスコ修道会となる。 1900年には、ギワダン事件で7人が殉教し、中国120成人として劣勢されている。マリー・レパラトリス会の修練者であったマリー・ドラパシ、恩が1865年に宣教者としてインドに派遣された。その後、マリーは、宣誓をして、正規の修道所となった後に、しばらくして、インドの管区長に任命された。しかしな誤解や困難によりマリーは、 同修道会を離れることとなった。1876年に18人の仲間と共にインドを去り、ローマに向かい、ローマでマリアの宣教会を創立し、教皇ピオ救世により、同年1月6日創立が承認された。1882年に宣教会はフランシスコ会の一族となり、1885年に修道会の名称が正式にマリアの宣教者、 フランシスコ修道会となった。1898年10月、熊本県熊本市西区の施設ハンセン病療養所、町老院を及び同一敷地内に開業した時計診療所の設立に当修道会の修道所5人が関わっていた。なお時計診療所は後に時計病院に発展し、河野鳥のゆりかごを設置したことで知られている。その後、医療、福祉事業は、 社会福祉法人聖母会に発展する教育事業として学校法人天使学園、天使大学を経営している。なお、以前に経営していた学校法人聖母学園、聖母大学は本母体である学校法人聖母学園が学校法人上智学院に2011年4月1日付で九州合併された。そのため、聖母大学の経営は 学校法人上智学院に移行している。学校法人上智学院は、聖母大学の学生がすべて卒業した2014年に、聖母大学を廃止したが、その敷地、施設を受け継ぐ形で、上智大学の総合人間科学部看護学科及び、大学院総合人間科学研究科看護専攻が開設されている。ありがとうございます。